おはようございます。日本プロシニア久しぶりでございます。奥では清水洋一さんがバンカー練習してます。横田慎一、いつもの風景ですね。今週はこの左足下がりでのバンカー練習する光景、よく見られます。ただいまの、時刻は8時40分、スタート約1時間前切る感じのところです。昨日と似たような天気で、昨日はこのぐらいの曇り空からぐっと2番ホールぐらいで、青い空が出てきました。今日は昨日より少し風が強くなっています。優勝争いは、おそらくマークセンと宮本勝松さん、あたりになってくるかと思います。あと室田さんと谷口さんですね。横田はただいま、ワンオーバーで12対、ここから少しでも順位上げてなんとかトップ10に入っていきたいところでございます。さあ今日もピンポジション、打ちましたが、なかなか厳しいところ多いです。風が吹いてこのようなピンポジションになってくると、アプローチの上手い選手が上位に入ってくるんじゃないかと思われます。伸ばし合いになるのか、我慢大会になるのか、楽しみな最終日です。1番ホールからピンポジション、35の、左から5というね、ものすごい端っこに切られています。ここも傾斜が、外側に出ている青い傾斜と内側に入っている、少し強めの緑色の傾斜があって、結構グリーン読むの難しそうです。あと厳しいと思ったところも、結構真ん中に来てても傾斜が本当入り組んでて、よくわからないところが非常に多いです。今日はね、結構端っこに切っているところも多いので、伸ばす人と落とす人、結構差が出てくるだろうなと思います。今日も BS 富士2時半、2時から放送入ってると思いますが、この放送が乗るこの14番から日にち見ていくと、結構端が多いです。10番、15番、そして16番のショートも、こっちですね。今日は、はい、左の奥に下っていってる、もうティーグラウンドからちょっとグリーン面が見えないようなところです。この17番驚きました。この横と飛び出たここに打っていかなきゃならないけません。387のパー4です。ティーショットが決まるとだいたい120ヤードぐらい残るような感じですね。18番も左奥、昨日はね、ツーンを狙って奥のカラーまで行きました。今日もしっかりと風に乗せて、ツーンをしていけたらいいなと思います。ショットレンジに来ました。今日も BS 富士、中継あります。そしてこれは多分とことん1番ですね。はい、とことん今インタビューが流れてます。横田のインタビュー仕事流れてるようです。今ちょうど先ほどのスタート前事前インタビューからの、横田ピンでの練習風景、後ろには伊藤さんです。
怪我してる中一生懸命ゴルフやってます。さあ練習グリーンにやってまいりました。パター練習して、スタートホールに向かいます。今日同組の八田さん、そして佐藤愛一さんです。あ、ありがとうございます。愛一さんです。周囲に順位つけてるキリナシちゃんの練習グリーンはこんな感じです。そして今村田清さんが風が少し巻いて強くなってきています。どうなるんでしょうか。なんとか頑張ってもらいたい。スタート親です。今日はキッズたちがいます。キッズたちと一緒に入場してスタートします。シエミさん、おはようございます。おはようございます。ナイスプレーかっこいいなということで今日も間もなくスタートです。スリサさんもよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。テレビ BS ご覧ください。はい、BS 富士よろしくお願いします。さすが1時間生放送してます。お願いします。 BS 富士ご覧ください。はい、BSB です。はよこさん、はい、最終日終わりました。はい、今最終組は16番終わって、うん、マーク戦打ち切りですね。ですね。はい、宮本さんと谷口さんが2位争いしてるって感じで、そこら、あ、もうネタバレしちゃった、名前載っちゃってますよ、うん、藤田さんの上に名前が載ってる。もうこのままトップ10フィニッシュだね、これは。どこかな。うん、多分後ろの組でしょ、全部。はい、うん、ということで、はい、順位はほぼほぼ確定だと思われます。8位タイ。そうで、8位タイ、これね、あの2アンダーが2人しかいないから、うーん、1アンダーから最後抜け出して本当に良かった幾度となくピンチは訪れましたが、そうですね、本日ボギーフリー、はい、あ、そうか、今日本日ボギーフリーです。もうね、ちょっと今日も 16? ものすごい大ピンチきましたね。池入ったかなと思ったんだけど、左に引っ掛けて、はい、まあ、昨日もね、池入ったところから打てたりしたからね、うん、一昨日か、うん、雨の日ね、あそこもパーだったもんね、流れがいいところもありましたね、うんうん、まあ、初日とかはすごい流れ悪かったけども、うん、まあまあ、まあでも2日目から見せたしっかりアンダーパーでまとめるゴルフ、うん、素晴らしかったと思いますね。え、はい、これで賞金ランキングがどうなったかちょっと分からんけども、はい、ねえ、シード100万円ぐらい加算されると、はい、500万、あと多分200何十万必要なんだよね、うん、200万ぐらい。でももうそこでもう今34位が100万入るとまあ30位内にはポンと入ってくると思うんで、うん、まあまあ30位入るのかな、はい、いるんじゃないですか、うん、はい、まあまあでもね、これでゴルフが良くなってくれるのがね一番いいんで、うん、ちょっと、うん、こっからね、ちょっとだけ賞金額が少ない大会続きますけれども、はい、でもそこでね、しっかりと鬼の犬間に稼いどかないと、はい、そうです ね, ね、ちょうど谷口さんが福岡エントリーされて、うん、で規定でね、ちょっといろいろ大人の事情でちょっと最終戦1000万円の指宿が出られないということで、うんうん、もう宮本とかは、まあ、もう最終戦指宿だけじゃないですか。もうね、はい、藤田さんとか、はい、レギュラー戻るのかな。戻ると思います、ね。まあ、宮本さんはね、ほぼほぼもうレギュラーでもシード確定させてるんですよ、うん、だからどうするんだろうね宮本さんなんか居心地がいい方を選びそうな気がしないでもないんだよねそうだね、うん、毎回1個順位が下がるっていうね、うん、まあまあ、うん、まあ、そんなことより、まあ、自分のゴルフがね、うん、ちゃんとしていかないとダメだと思うんで、
はい、まだまだちょっとやっぱ課題はありますけれども、はい、ただ今週本当に、うん、まあ初日もね、まあ、最初に3ボギー連続できたわけですけど、うん、そこからの粘り踏ん張りっていうのがすごく、うん、あったなと思うんですけど、うん、昨年までにはちょっと見られないような、うん、その粘り、そうね、はい、やっぱりあの奥田さんに教わったグリップエンドのことをずっと意識してるんだけど、うん、やっぱりね奥田さんはすごいね、うん、やっぱり52度持った時のラフからのアプローチがかなり安心できますね、うん、ちょっと1個ね武器を、はい、見っけたね、はい、52度のアプローチ、あと21度の転がしも10番ホールでもうほぼほぼ入るんじゃないかっていうような、そうね、はい、やっぱ魔のにね52度でやれって一個動画で教わったの、はい、あれあるけれども、やっぱ52でやるとね、僕の場合はやっぱヘッドが動き出すからね、うん、やっぱり今のウェッジはちょっとロフトがちょっと58表示でリアルはちょっと60度近いんで、はい、そうするとねやっぱりどうしてもこうヘッドが止まっちゃうのね、はい、僕らはもうヘッドがいかに動くかっていう世代なんで、52でねヘッドを動かしていくっていうのは非常に良かったかなと、はい、やっぱりちょっとね三橋さんにねグリップエンドをこう近回りしちゃダメで遠回りするんだよっていうのから、はい、やっぱりちょっと奥田さんのヒント、はい、あの辺からちょっと良くなってきたかなと、変わり始めましたね、はい、お、7位タイまで上がりましたよ、横田さん。こうしてるうちに小久保さんが1個落としましたね。どうどうどう、はい、あ、これ7位タイかな、そしたら、はいはい、うん、で、また横田さん、52度でアプローチすることによって、うん、58度でこうペタペタのライから打つときにすごくスピンが効くようになってきているような気がします。あ、そうね、はい、11番で見せた池の縁からのタイトなライからの、もうエッジから2ヤードぐらいのアプローチも、そうね、だからもうああいうのが少し平均になってきてるから、だいぶアプローチもね、はい、良くなってきてるし、うんうん、ほとんどセーブしたらね、うん、押し、はい、セーブしなきゃいけないやつはね、はい、だからもうこの調子で、はい、残りの試合やっていきたいです、はい、はい、ということで勝負がけだった、うん、今回の日本プロシニアですが、うん、見事勝負がけ成功したんじゃないかなっていると思います、うん、まあまあ、はい、まあ、トップ10の目標は達成したと思う、はいはい、この調子で後半戦もきっちりと賞金積み重ねていきましょう、はい、来週なんだっけ、佐世保です、佐世保、あ、佐世保ね、はい、OK、佐世保です、長崎で、はい、はい、長崎でバッチリやっていきたいと思います、はい、ということでね、今回本当この日本プロシニア、こう住友商事のね、うん、方にも大変お世話になりましたね、ありがとうございます、はい、住友商事さん、はい、本当に10年間サポートをし続けていただいた、はい、やはりこのメジャーというのはね、はい、こうやってサポートをしていただけると素晴らしいホスピタリティのとなってましたね、ね、はい、はい、ということで今回も応援ありがとうございました、また来週佐世保シニア頑張りましょう、はい、お疲れ様でした、はい。